はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康のでお悩みのあなたにですね、健康のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、前回はマーガリン、前回何回かに分けてマーガリンのことについてですね、私が結構好き勝手、お話ししたんですけども、やっぱり健康の本質とですね、まあ、社会の縮図についてのですね、ちょっと私のですね、こう感情的な部分が出てしまいました。で、今日もですね、ちょっとそれについて、それにつながるお話なんですけども、マーガリンだけではなくてですね、やっぱりいろいろそういう、こう悪いものだって分かっているのに、売る、要は利益主義に走っている会社っていうのがですね、まあほとんどなんですけども、そういったところにですね、こうお金が入る社会になっているんですね。で、そうではなくってちゃんとしっかりしたもの、体のことを思ってちゃんとしっかりしたものを作られている生産者たちを私は応援したいっていう気持ちもありますし、あとはですね、もう日本ですよね。日本っていう国が要はもう食品添加物大国って言われたり、農薬大国って言われたり、トランス脂肪酸大国って言われたりとかですね、もう本当に食品業界っていうのはもう狂ってるわけですね。狂ってるわけです。はい。日本人を病気にさせてまたがん治療してっていうですね、こう、すごい、こう、システムができてしまっているわけですね。はい。ここまで言うとですね、結構引いてしまう方多いかもしれないんですけど、今日のお話はですね、もう少し現実的なお話をしたいんですね。はい。家族の健康を守るママたちへメッセージがあります。私からメッセージがあります。はい。私はですね、私の一番の目的っていうのは実はこれでですね、私がなぜファスティングの指導をさせていただいているかというと、やっぱり健康の本質を皆さんに知っていただきたいんですね。皆さんに知っていただきたいんです。ファスティングを通じていろんなお悩みを解決していただきたいということも、ダイエットだったり肌荒れだったりアトピーだったり花粉症だったりですね、不妊だったりとかいろんなお悩みを解決していただきたいということもそうなんですけども、それをきっかけにですね、価値観、食事に対する価値観という考え方を変えていただきたいというのが私の一番の、願いというか、根底にあるこう考えなんですね。それによってあなた自身の健康をやっぱり管理できるようにしていただきたいんですね。なので一度ファスティングをしていただいたらですね、それ以降はご自身でですね、実はファスティングマイスターを取得していただきたいっていうのが私の実は一番の願いだったりするんです。私が定期的にファスティングをサポートさせていただいている方ももちろんいらっしゃいます。私が毎回サポートさせていただくんですけども、でも実際の私の願いはですね、マイスターの資格をですね取っていただきたい。マイスターの資格をですね、資格を取っていただきたいんです。そうなるとですね、やっぱりしっかりした知識がつくじゃないですか、自分で。知識がつきますから、もっとですね、ファスティングの効果って倍増するんですね。自分で管理できるようになるからです。なので、定期的にファスティングをする方っていうのは、やっぱりマイスターの資格取ることをすごく私はお勧めしているんですね。かつ、やっぱりファスティングドリンクも約半額になるので、費用もすごく抑えられるっていうところですよね。はい、でもやっぱり知識っていうのは一生ものですから、そういったものがこのお話に つながるんですけども、ファスティングの知識っていうのはただ断食の知識だけじゃなくて、もう体の健康に関する知識なんですね。栄養学から体のですね、病気を要は予防するとかですね、病気の原因を取ってあげるっていうところの知識につながるわけです。なので家族の健康を守るママたちへ、要はですね、家族の健康を守るママたちへ、お母様方ですね、ほとんどお母様方だと思うんですけども、男性の場合もいらっしゃるかと思うんですけども、やっぱり女性が多いと思います。ママたちへですね、私が伝えたいメッセージっていうのは、ぜひですね、マイスターの資格を取っていただいてですね、栄養に関する知識を持っていただいて、家庭のですね、家族、ご主人だったり子供のですね、健康を守っていただきたいんですね。はい。で、それでやっぱり子供はファスティングはできないですけども、ご夫婦揃ってファスティングを定期的にしていただくことによって、夫婦間の絆ももちろん高まります。やっぱり同じ価値観を持つことになりますから、健康に関する価値観が変わります。で、それによって子供に対する食事の取らせ方っていうのも、しっかり確立できるようになるんですね。それってやっぱり一生ものだと思うんですよ。
そういったところで私が初回はサポートさせていただくんですけども、私は実際ですねサポートさせていただいた方にはマイスターの資格取ってみたらどうですかっていうふうにお伝えします。定期的にやりたいという方に関してはですね、そうした方がやっぱ費用も抑えられるし、ご本人の知識もつくので、ファスティングの効果ももっともっとこう実感しやすくなったりとか、効果も倍増したりするんですね。で、あとはですね、やっぱりここが一番大きなところなので、私の同志が増えるんですね。同志が増えます。日本全国に要はマイスターがバーッと広がっていけばですね、前回の動画でお話したように悪いものが売れなくなるんですね。悪いものが売れなくなるってことは、いいものが売れるようになるんですよ。いいものが売れるってことは、しっかりしたちゃんとした生産者の方を応援することにもつながる。売れるものっていうのは、売られるものがちゃんとしたものになる。そういうことによって日本全国、日本が健康になって、もっと日本がですね発展していくんじゃないかっていうふうに私は考えているんですね。今の一部のですね大きな会社が儲かるようなこういう仕組みっていうのは私は本当に許せないですね。なのでそういったところで私は同志が欲しいですね。ファスティングをサポートさせていただいて、その時はサポートさせていただくんですけども、仕事としていただくんですけども、それ以降はご自身でやっていただきたいんですね。それで私はどん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 新しい人に発信していきたいんですよ。もう一回していただいた方はどうぞ自分でやってください。その後は私はどんどん新しい方に発信していきたいというふうにですね考えています。じゃあ今日の動画をまとめると、一家に一人マイスターですね。はい、私が所属するですね分子整合医学美容食育協会っていうですね協会は、一家に一人マイスターっていうのを目標に動いてるんですね。私はここの湘南、そこの湘南中央支部っていう支部を任されている支部長ではあるんですけども、一家に一人マイスターですね。はい、一家に一人マイスターが私は必要だと思っています。それによって家族が健康になって、日本が健康になって、みんな幸せになるっていうふうに私は考えています。はい、もしですねファスティングにご興味があったり、マイスターの資格にご興味ある方は下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひですねお問い合わせください。またですね、次回以降も健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、 YouTube チャンネル登録していただいて、次回以降もお見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。健康の本質をみんな知りましょう。